おいたもつ、お前どうせ暇なんだろ、ちょっとそこの砂場掘ってみろよ、いいもん出るぜ。え、いいもの、いいものって何？3日前にさ、カブトムシ埋めといたから、いい感じでカラッカラになってると思うぜ。俺の宝物だけど、お前にやるよ。特別だぞ。カブトムシ？なんでそんなもの砂場に埋めたんだよ。もう砂場で遊べないじゃん。もう。はーい、皆さん。お昼の時間ですよ。はーい、皆さん。お片付けして、お昼寝してください。なんだよ、もうお昼寝の時間か。ん？一号くん、何してるの？部屋の隅、じーっと見つめちゃったりして。何にもないじゃん。何見てんの、一号くん。ねえ、何見てんの？はあ、はあ、一号くん、ちょっと待ってよ、置いてかないでよ。さっさとしろよ、タモツ、授業に遅れちゃうぞ。俺たちもう小学生なんだぞ、いつまでも幼稚園気分じゃダメなんだぞ。早く行くぞ。わかってるよ、一号くん、待ってよ。はい、皆さん、もういい加減小学校の生活も慣れてきた頃かと思います。だけど、慣れてきた頃が一番やばいんですよ。気が抜けてやらかしますからね。皆さん、ちゃんと気を引き締めて、これからも勉強頑張るんですよ。わかってますか？そしてね、はぁ、長いなぁ。先生の話、長すぎだよ。ん？ちょっと、いちごくん。どこ見てんの？どこ見てんの？一号くん、まずいよ。先生に見つかったら怒られるよ。ほら、前向いて、一号くん。一号くん、どうしたの？ほら、ちゃんと前向いて、ほら。タモツくん。え？僕？あなたに決まってるでしょ。あなた以外に、どこにタモツって子がいるのよ。何勝手に授業中、席立ってんの？どういうこと？一号くんがちょっと壁の方を見てたから、どうしたのかなと思って、ちょっと注意しようかなと思って、それで一号くん、ちゃんと前向いて先生の話聞いてるじゃない。もう人のせいにしないの、タモツくん。もう。はい、皆さん、じゃあ今日はこれで授業終わりにしたいと思います。皆さん、気をつけて帰ってください。さようなら。タモツ、何やってんだよ。また怒られてんじゃん。まあ、気にすんなよ。帰ろうぜ。おいタモツ、家に帰ったら動物の森しようぜ。お前の島の住民、全員落とし穴に落としてやるからな。うん、じゃあ、まず、ちゃちゃまるから落とすか。あ、ちょっと待って。ごめん、ちょっとトイレ行きたくなっちゃった。ちょっと待ってて。おいタモツ、そこ職員専用トイレだぞ。先生しか使っちゃダメなんだぞ。もしバレたらまた怒られるぞ。あ、そうだったね。じゃあちょっとあっちのトイレ行ってくる。待ってて。ふう、間に合った。漏れそうだったよ。危ない危ない。一号くん、お待たせ。ごめんごめん、待った？一号くん、あれ？また壁に向かって何かブツブツ言ってる。一号くん。おう、タモツ、遅かったな。お前、どんだけ溜め込んでたんだよ。さあ、帰ろうぜ。ねえ、一号くん、ずっと気になってたんだけど、もしかして一号くんって見えたりするの？あれが。あれってなんだよ。そんなことより、さっさと帰って遊ぶぞ。ほら、行くぞ、タモツ。うん。はい、皆さん、ここ、テストに出ます。一番面積が大きいのは、北海道です。
北海道はでっかい道、北海道はでっかい道。はあはあ、もう限界だ、もう限界だ、でっかいのが出ちゃうど、出ちゃうど。はあはあ、先生すいません、ちょっとトイレ行ってきていいでしょうか。あら、タムツくん、大丈夫？さっさと行ってらっしゃい。うん、やばいやばい、限界だ。でも、トイレ大きい方入ってると、他の生徒見つかると、ちょっと恥ずかしいんだよな。どうしよう。今回だけ、ちょっと先生専用のとこ使うか。やばいやばい、漏れる。はぁ、はぁ。ふぅ。ん？一番奥、誰か入ってるみたいだな。まあいいや、手前に入ろう。ふう、なんとかすっきりした。ああ、よかった。ガチャ。あ、奥の人が出てきた。カツ、カツ、カツ。なんだ？隣のトイレの前で止まったぞ。パタン。カツ、カツ、カツ。カツカツカツ。僕の前で止まったんだけど。ドン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 。ちょっと入ってます、入ってますから来ないでください、開けないでください、入ってます。カツカツカツ。はあ、なんか出て行ったみたいだ。はあ。おい、どうしたんだよタモツ、元気ないじゃん。さっきトイレでなんか出たような気がしたんだ。なんか出たよ多分。いやタモツ、出て行ってないよ。出てないって言ってもうんこのことじゃないけどね。もう一遍ちゃんと見てみろよ。ちょっと気になるし、ちょっとだけ、ちょっとだけ。うん、やっぱり誰もいないよな。いない。いない。いない。さあ、あとこのロッカーだけだ。なんだ、やっぱり気のせいじゃん。一号くんが変なこと言うから、ビビっちゃったよ。いや、だからタモツ、出て行ってないって言ってんじゃん。言ってんじゃん。皆さん、お分かりいただけたであろうか。お分かりいただく前にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いや、だからタモツ、出て行ってないって言ってんじゃん、言ってんじゃん。その昔、大人用トイレに落ちて溺れて亡くなった子供の霊が出るらしい。